皆さんこんこにちは、です。5月9日はロシアがナチス・ドイツを打ち倒した勝利の日でモスクワ政府は特別にパレードを開催して祝いましたしかし恥ずかしいことにパレードの規模は大幅に縮小されわずか6分で終わってしまいましたその中で最も衝撃的だったのは軍事パレードを先導する戦車が第二次大戦時代の旧ソ連の戦車 T341 両のみだったことですそして その日の天気は非常に晴れていたにもかかわらず政府は空軍の航空ショーを計画していませんでした本来なら戦勝記念日はロシアの最も重要な祝日の一つで壮大な軍事パレードを開催して大いなる軍事力を示すべきですが明らかにそうはなっていませんこれは何を示しているのでしょうか <music>